皆さん、こんにちは。二枚目俳優として活躍し、山口百恵さんと結婚したことでも話題となった三浦友和さん。激白した山口百恵への不満や介護生活の現在に一同驚愕。今日は、三浦友和さんのことについて紹介します。まずは、三浦友和さんの経歴とプロフィールから紹介します。三浦友和は、日本の俳優、テアトル・ド・ポッシュ所属。父親は日下部警察署沿山分庁舎の警察官をしていたが、三浦は母の実家の上金で生まれた。小学3年生で東京に来るまで大菩薩峠の麓を6回引っ越した。三浦が覚えているのは3歳で移った大藤村と次の東雲の駐在所だけである。引っ越し続きが子供の教育に良くないと考えた父は、三浦が甲州市立東雲小学校3年生の3学期の時、山梨県警察を退職し、一家で東京へ転居を決める。三浦は自身の姉が演技に興味を持っていたことから、何気なく俳優の養成所とか紹介してもらえますかと言ったところ、今の事務所を紹介されたとも別の雑誌の取材では答えている。また元 RC サクセションのメンバーハレン・ケンチとは福生市で同居生活をしていた。高校卒業後、西蒲田の日本電子工学院に進むが1年で中退。デパートの配達員、工場や倉庫の荷物運びなど肉体労働を続ける。20歳の春、 TBS シークレット舞台で芸能界デビューする。芸名の友和は、先輩の宇津井が同ドラマプロデューサーの野添和子の名前の和風の字を取って命名したものである。宇津井が友を大切にし、友と和を持つという意味で命名した。長髪と汚れた服というイメージの当時の若者とは正反対の、こんなやつはいないだろうというような、73分家の真面目なガードマン役だった。この時今はのに、73分家、お前なんかもう友達じゃないよと言われるが、それでも今はのはドラマを見て、たった一言だけの三浦のセリフを何度も真似た。1970年代には2枚目の俳優として10代を中心に絶大な人気を誇った。特に1970年代後半、山口百恵と共演した主演映画ドラマが次々とヒットし、百恵友和コンビゴールデンコンビと呼ばれ、一世を風靡した。山口との共演映画は全て東宝配給ながらもホリプロ制作で撮影所。スタッフなどは日活系で固められているが、山口と離れて主演した映画は東宝撮影所でのものがほとんどで、専属契約こそ交わしていないものの、事実上最後の東宝男優である。1980年に山口百恵と結婚し、その後は映画舞台で着実に役柄の幅を広げ、歴代平均視聴率ナンバーワンとなった NHK 大河ドラマ「独眼竜政宗」にて伊達政宗の片腕で武骨な武将伊達重実を演じたり、アルコール飲料や紳士服店の CM でコミカルな演技を見せるなど、高難いずれもこなせる俳優としての位置を確立した。1984年の東映映画「天国の駅ヘブンステーション」では、主役の吉永小百合の運命を狂わせる悪徳警察官を演じ、それまで多かった好青年のイメージから脱却している。50代になってからは映画での活躍が顕著であり、日本アカデミー賞、ブルーリボン賞などの数々の映画賞の助演男優賞を獲得した。2012年秋の褒章にて紫綬褒章を受賞、2023年秋の叙勲において旭日小綬章を受章することとなった。2022年3月、長男三浦祐太郎に第一子が誕生し、初孫ができた三浦百恵さん、80年に芸能活動から引退。
三浦友和と結婚した彼女だが今なお注目を集め続けている。この度本誌は彼女の担当マネージャーを74から75年に勤めた長谷川一正氏にインタビュー。女優山口百恵の仕事ぶりと三浦友和の秘話を語ってもらった。百恵で最初に思い出すのは赤いシリーズと呼ばれたドラマの第一作赤い迷路に出演した時のこと。撮影が始まったある日、彼女が俺にちょっとなんて読んできた。何かと思えば台本を取り出してこのシーンどう思いますって俺に聞くから、百恵が泣く場面だよなと答えたら、百恵は本当に泣けるって、まだデビュー2年目の新人なのにすごいなって驚いたのを覚えているよ。一方でそのドラマには松田優作も出ていたんだけど、たびたび演出家とぶつかって大声を上げていたんだよ。百恵はそれを見て、俺にあんなに言わなくてもいいのにね、なんてよく言っていたよ。とにかくまだ高校生だったのに大人びていたよね。仕事で手を抜くことは決してなかったという百恵さんだが、後に夫となる三浦友和の百恵さんに対する第一印象は決して良くなかったと長谷川氏は言う。二人が共演した映画潮騒のロケが三重県の上島で行われた時のこと。友和は先に撮影に入っていて、後から百恵も現場入りした。到着した日の晩に友和や共演者たちと飲んでいると、友和が百恵のことをよく言わないんだよ。俺がなんでって聞くと、アイドルは嘘つきだからなんて言う。友和は役者という意識が強かったからか、上辺を取り繕っているように見えるアイドルが苦手だったようなんだ。島に来たばかりで、町の人はあったかいとか言うけど、町の人の人情なんかわかるはずないだろうと、酔っ払っていたからだろうけど、俺に言うなよって思ったね。しかしその後の二人はご存知の通り結婚し、芸能界でも理想の夫婦と呼ばれて久しい。俺が担当していた頃の百恵が憧れていたのは秀樹だったんだよ。実際に仲も良かったしね。どのようにして百恵と友和が交際するようになったのかは見てないけれど、友和はとっても真面目な男だから百恵にとっても良かったよな。もし友和と会ったら上島での夜のことを問い詰めたいよ。ビッグカップルの誕生から山口さんの引退と一連の流れは芸能史に残るものでした。そんな二人は長く結婚生活を続けていますが、2023年現在はどのような状況なのでしょうか。慣れ始めについても気になりますが、山口さんの自叙伝である青い時で共演などについて赤裸々に綴られていました。二人の結婚式がどのようなものだったのかも知りたいですよね。1979年10月20日に行われた大阪厚生年金会館のリサイタルにて、山口さんが、私が好きなのは三浦友和さんですと三浦さんとの交際宣言を行った時は世間が騒然となったそうです。当時彼女のファンの心境がどのようなものだったのかは分かりませんが、相当な衝撃を受けたことは想像に難くないでしょう。おそらくは憤るファンもいたのでしょうが、バッシングされるようなことはなかったようですね。その後二人の関係は交際から婚約へと発展し、1980年3月7日には婚約発表。それと同時に山口さんは芸能界を引退すると宣言しました。そこからは怒涛の展開で、1980年10月5日には日本武道館でファイナルコンサートを開催。このコンサートは伝説となり、今もなお多くの人の記憶に残っているようです。1980年11月19日には結婚式が行われ、二人は正式に夫婦として世間に広く認知されました。
その後の山口さんは稀にテレビの前に顔を出すものの、三浦さんの妻として家庭に入ることになります。当然この大物夫婦についてマスコミや世間は注目し追いかけられたそうです。三浦さんはとてもモテる男性だったので、不倫などスキャンダルも狙われていたことでしょう。しかしこの二人の間には全くそういった話は見つかりませんでした。夫婦としてしっかりとした絆があり、穏やかな時間を積み重ねていたのです。2023年現在、この二人が結婚してから42年が経ちますが、ラブラブな結婚生活を送っているようです。山口さんは妻として、俳優としての活動を続ける三浦さんを支え続けました。時には経済的に苦しくなったこともあったそうです。しかしそんな苦難も二人で乗り越え、共に歩んできました。夫妻は三浦さんの両親と同居しており、要介護状態のようですが、山口さんは献身的に介護しているということです。表には出てこない苦労もいろいろとあるのでしょう。しかし三浦さんはそれを当たり前だと考えず、山口さんに感謝の言葉を伝えているようです。この夫婦の姿は世間でも高く評価されており、明治安田生命が毎年公表している理想の有名人夫婦ランキングでは、2020年まで15年連続の1位を獲得しています。何かと世間を騒がせる有名人夫婦もいる中、この2人の関係はまさに理想的なものだと言えるでしょう。交際から結婚まで、世間を騒然とさせた三浦さんと山口さん夫妻、2023年現在は熟年夫婦として安定した生活を送っているようで、理想的な夫婦の姿と言えるでしょう。慣れ始めに関しては偶然も関わっている運命的なものでしたね。山口さんの自叙伝である青い時に綴られていた共演に関連する話もとても興味深いものでした。結婚式の様子に関しては少し昭和を感じさせられましたよね。初孫も誕生し、祖父祖母となりましたが、この二人はまだまだ老け込むことはないでしょう。今後も幸せな夫婦のありさまを示し続けてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。